スタートしました。まず11頭向上面での先行争いですが、外からアドマイヤパーシアが行きます。アドマイヤパーシアが花に立って1馬身半、2馬身とリードを取りました。2番手に1番のウィニングサルート、あとは3番手9番のアルジェンタム、4番手内に3番のロッセが追走して、あとは1馬身差7番のグリノメダリストで、まもなく3、4コーナー中間です。2馬身差5番のアクアブルーフライ、内には4番のアテンボーイ、3馬身後方には11番ガッテンキャンパス、あとは2馬身差内には8番スプリング王、外には10番のファルコンクロー、その後は2馬身半差、最後方は2番のギリギリヒーローの展開で1周目のスタンド前に入ります。先頭6番アドマイヤパーシア、後続に5馬身、6馬身近くリードを取りました。リードを広げていきます。2番手に1番のウィニングサルート、あとは4馬身差、前から3番手9番のアルジェンタム、先頭はアドマイヤパーシア。今前半の 1000m、1分2秒ぐらいのペースで通過していきました。第1コーナーのカーブに入ります。先頭6番アドマイヤパーシア、後続に6馬身から7馬身のリードを取って 1,2 コーナーの中間です。2番手に1番のウィニングサルート、あとは3馬身後方、3番手に9番のアルジェンタムです。これから第2コーナーのカーブに入ります。あとは4馬身差、内に3番ロッセ、外には並んで7番国のメダリスト、これから第2コーナーのカーブに入ります。あとは1馬身半差、内に4番アテンボーイ、外並んで5番のアクアブルーフライ、向こう上面に入ります。その後は2馬身差11番のガッテンキャンパスが追走して、あとは2馬身半差8番のスプリング王、後方から3番手、あとはファルコンクローと内から2番のギリギリヒーローが徐々に追い上げていきます。ペースを握った6番のアドマイヤパーシア、今残り800の標識を通過、10馬身以上のリードを取って3コーナーのカーブに入ります。大逃げ打ちますアドマイヤパーシア、リードを広げて3コーナーカーブ、あとは2番手大きく離れて1番のウィニングサルート、そしてアルジェンタム、今2番手集団が600の標識にかかります。あとは7番のクリノメダリスト、そしてアクアブルーフライ、今前から5投目インコースには3番のロッセで、前は4コーナーのカーブ400の標識を通過、ちょっとスピードが鈍ってきました6番アドマイヤパーシア。第4コーナーのカーブ、まだ後続にしかし5馬身近くリードを取って直線に向かいました。あとはウィニングサルート、そしてアルジェンタム、両馬が並んで追い込んできます。あとはアクアブルーフライが今4番手から3番手に並んできました。しかし前はアドマイヤパーシア、まだ8馬身9馬身リードがある、アドマイヤパーシア逃げ切ってゴールイン。2番手は今5番のアクアブルーフライか、あとはうち1番のウィニングサルート。スタートしました。コースタートはマデューロ、猫大将、外から極み、そして間ヘレナモルフォ、そして6番のアドマイヤディープ。様子を伺いながらの先行争い、まだ各馬先手を取りません。その後10番のブラインドサイド、さらに外から14番ゼログラビティ、5番クラウディオスが続いて、あとは7番南陽ユナ、内は4番のグランスエルテ、外は13番コスモユーちゃん、ここまでが集団となっています。あとはばらけた4頭です。1コーナーをカーブしていきます。先頭に立ったのは1番の猫大将です。花を奪った猫大将、リードを2馬身取りました。2番手には2番のマデューロ、3番手は6番のアドマイヤディープ、2馬身後方11番ヘレナモルフォ、内は10番のブラインドサイド、並んでいます。その後1馬身半差3頭広がって、間は15番の極み、外は14番ゼログラビティ、内は4番グランスエルテで向こう上面、差がなく5番のクラウディオスが続きます。並んでいった13番コスモユーちゃんです。3馬身離れて7番南陽ユナ、それから3番のマデイラが続いて、後方2頭は9番マイネルランスさんと、それをかわした8番名将鉄斎。3コーナーカーブに向かって、1番猫大将のペース、リードは2馬身、2番マデューロ単独2番手、3番手には6番アドマイヤディープ、そのうちからスルスルと10番のブラインドサイドが押し上げていきまして、3番手に上がります。あとは5番手の追走、15番の極みが続いてゼログラビティ、あとは13番のコスモユーちゃん、その後2馬身後方からクラウディオス、押し上げていった3番のマデイラです。さあリードを広げました1番の猫大将、リードを5馬身6馬身と広げました。2番手には2番マデューロ、10番ブラインドサイド、2頭並んで4コーナーカーブ直線コースに入りました。さあ逃げる猫大将、リードをさらに広げた、リード6馬身7馬身残り200で、これはもうセーフティーリードです。離れた2番手争い、外から差を詰めてきた15番の極みが2番手に上がって、あとは追い込んでくる名将鉄斎など、楽々と1番猫大将を逃げ切ってゴールイン。
2着は15番の極み、3着は8番の名将鉄斎。スタートしました。ほぼ揃いました。まず1周目の3コーナーへ向かって5番のバンデが出ていきました。バンデ先頭リードが1馬身、これを追って8番プリムローズ、さらにはマルマロス、そしてブライトボーイ、内に10番のアドマイア・エレノア、外からは12番ジャングルパサー。3コーナーをカーブしていきます。そして中段の前に2番東方ギルス追走、あとはモビール、13番ワールドレーブが外にいて4コーナーへ向かいます。後方から3ベローチェ、あとは1番のフロアクラフト、後方2頭やや離されて9番オムニバス、最後方4番クリノメダリスト。各馬4コーナーをカーブしてスタンド前に入ってきました。先頭は5番バンデ、リードが半馬身、外に11番ブライトボーイ並んできました。前2頭、あとは3馬身下がりまして、内7番マルマロス、外には8番プリムローズ、前から5頭目12番ジャングルパサー、あとは東方ギルス、外はアドマイア・エレノア、モビールがいてワールドレーブ、3ベローチェ、そして1番のフロアクラフト、後方から3番手クリノメダリスト、内に9番オムニバスの体勢で各馬1コーナーをカーブしていきます。前2頭が行きます。5番のバンデ、リードが半馬身、負けじと11番ブライトボーイが行って前2頭、3番手に5馬身6馬身差つけました。3番手は7番のマルマロス、2コーナーをカーブします。外プリムローズ、前から5頭目12番ジャングルパサー変わりません。第2コーナーをカーブしていきます。あとは2馬身差、アドマイア・エレノア、内2番東方ギルスで向こう正面、モビールがいて外13番ワールドレーブの体勢、2馬身差フロアクラフト、内は3番3ベローチェ、残り 1000m を通過、あと2馬身差、後方は9番のオムニバス、最後方4番クリノメダリスト。2周目に入っています。さあ前2頭依然として5番のバンデ先頭、リードは半馬身、ついていく11番のブライトボーイです。3コーナーへ向かいます。その後は7馬身8馬身と開きまして、プリムローズが今3番手に上がります。内は2番の東方ギルス、第3コーナーをカーブします。あとは6番のモビールの体勢、あと3馬身差3ベローチェ、さらには12番のジャングルパサー、第3コーナーカーブ、外から1番のフロアクラフト上がってきました。3、4コーナー中間を通過していきます。さあ先頭は5番のバンデ、バンデ差を開いた、リードを3馬身、11番のブライトボーイ2番手でちょっと差が開いていく。第4コーナーをカーブ、その後は5、6馬身下がって3番手6番モビールの体勢で、前は第4コーナーカーブから直線、逃げる逃げるバンデ、バンデリードを5馬身6馬身7馬身、そして2番手11番ブライトボーイ2番手粘れるか、200を通過した。あとは3馬身4馬身差追い込んできた、4番のクリノメダリスト、あるいは3番の3ベローチの体勢、先頭は5番バンデ逃げ切りました。今5輪、2番手は11番ブライトボーイ。